鷲の巣信号場は、北海道二見郡八雲町花浦にある、北海道旅客鉄道函館本線の信号場。かつては駅であったが、2016年3月26日に旅客営業を廃止し、信号場となった。駅番号は H53 であった、電報略号は鷲。函館本線は、森駅から東信号場まで複線、東信号場から山崎駅まで単線となる。1976年の鷲の巣信号場と周囲約 1km 範囲。下が函館方面。駅裏下り方面ホームは上り方面よりも短い。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成信号場として設置され、その後仮乗降場、信号場、駅と変遷しているが、1944年の開設から2016年の旅客扱い廃止まで一貫して旅客取り扱いが行われてきた。現在の地名は花浦となっているが、太田によると当地にかつて鷲が住んでいたという話が伝わっているという。前述の通り、東信号場は単線区間と複線区間の境界となっており、長万部方に両開き分岐器が設置されている。鷲の巣駅時代は、相対式ホーム2面2線を有する地上駅であった。短いホームが互い違いに設置されており、ホーム同士は構内踏切で連絡していた。駅舎はなく、ホーム脇に待合所が置かれていた。同駅の廃止後、待合所やホームはすべて撤去され、現在は信号関係の建物のみが残されている。プロバスケットボールチームレバンが北海道のオオワシをモチーフにしたマスコット、レワードの出生地という設定がある。転送元カテゴリー鷲の巣駅に関するカテゴリー、鷲の巣仮乗降場に関するカテゴリー。ありがとうございます。